どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。さあ皆さん、お久しぶりでございます。僕一人目線の動画は久しぶりかな。だって僕自身もね、4ヶ月くらいやってなかったんでまあな、あれだね、子供が生まれてこうやってマリカをする時間もね、なかなか作れなくてっていうのもあるんだけど、まあね、何が一番あれって、もうマジ飽きてたマリカに昔あんなにやってたのにね。あとそれと、もうね、僕の友達と先輩がすげえこの動画なら見てくれるんだよ。そう、僕の友達、その今出してる動画のさ、2人視点でやってたじゃん。いやー、撮れなかった。2人視点でさ、やってたわけじゃん。その子が見てくれるのよ、その動画だったら、マリカーだったらね。そうだから、もうじゃあ見てくれる人がいるなら撮ろうかと思って、その先輩も見てくれるし、あはは技術はゴミ、被弾えぐい。まあいいよ、ケツから行こう、ケツから。いやでもね、1位取りたいよね、せっかくなら復活記念で。滑るな、この床すげえ。はい、交通事故させますお前。滑りすぎだって。使うとこじゃなかった。どっちどっち、ミラーだから分かんない。このコースがね、マジ分かんない。ここで切るのいらんかったな、左から行きたかったけど。うわやべえお前。さあギリギリから取って、うわ前結構抜けてんな。うわー、行くお前、たわけなことしてくんなマジで。え、なんかロゼッタ多くね、今の環境。ロゼッタ流行ってんの、なんかめっちゃロゼッタいいんじゃん。一時期っていうか、多分ずっと悪い字だったと思うんだけど、今ロゼッタ使ってこい、使ってこい。わかんねえ、コースがわかんねえ。うわ、久しぶりにやるとこれだよ、マジでやばい。リハビリからやるべきだなこれ。うわー、逆が良かったなこれ。だとしたらここだ。いやマジビリだけやめてくれ。オッケー、1個取っていく、頼むよ。でそこで切れてほしくはないんだけど、ナイス、切ろ。レベル落ちすぎだろ俺。ここはどこ？あ、ここか。結構抜けたね。何になったんだろうか。あーでもよかった、このボタン、そう、コントローラーを変えたって話したっけ。そう、コントローラーを変えて、ボタンの位置がね変わってたんで、設定しないとなと思った。ここも、はっ、ボタンの位置はね、ちょっと設定しないとなーって考えてたんで、まあでもそれでも普通にこうやって走れるっていうか、あんまり関係ないっぽいね。うっふざまあ、まあ普通に走っていきますよ。うわ、やっぱ今ロゼッタ姉さんの時代か。うわー、おー、ここショートカットできるんじゃない、確か。よいしょ、俺ってもしかして天才？天才じゃなかった、天才ではなかった。うわえぐ、お前さやってるわ。俺が次リンク使ってどついたろかい。ニコ取りしたかったけど無理。うわでも、いや、させる位置ではあるよね。6位でスターは熱、どこのタイミングで。そう、このさ、俺マジでこのゲームのコースをまず覚えてないっていうのがマジでやばいよね。どうしようか、どこでスターサンダーが来るか。木の山か、お前どついてるんだよお前。おらー、やめてくれくそまあいい、お前をどつけたから俺はええよ、満足満足。はっ、しゃ、えぐえぐえぐ、狙われる狙われる、あぶねえぜ。回避していこう、よいしょ、使ってこう、1個もらって、やめてくれ、あーやめてくれ、あー下手く
られない。俺ほんとうまいんだよ結構ガチ。きっとこれやめて、これ俺じゃねえか。うわ信じられよ。いしょ、ここむずいな、ここむずいな。あっ取れ、うわ無理か、たくさんすぎる。やばい、せっかく6000レートいったのにすぐなくなるぞこれ。さあ行くぜ、ここはどこだ、全く見てなかった、ごめんなさい。新しいコースか、ちょっと本当にやってなさすぎて、ちょ1レースくらいは上位行きたいよ。エンスト、エンストしていく。ああやったことあるわここ、あそこだよね、あの凱旋門あそこだよねきっと。うわマジでわかんねえコース来たな、どうしようかねこれ。アイテムの使いどころとかも結構考えないといけないんだけど、まずはコースをね把握しないといけない。まずはコースの把握ですよ。あとコインをしっかりと取っていきたい。オッケー、そこがして危ないよね、危ねえ危ねえ危ねえ。オッケーオッケー、はいでお前どついていく、はい死んでこれっつってで2個取りオッケーだけど、あ早いな 150cc。 うわやばいんじゃない、長いなおい。クラクションの効果長くないか、そっち行っちゃおうかじゃあ。よいしょ、 OK。 うわえぐえぐえぐえ、無差別殺人事件、やべえ、うやべえお前、うわ使ってけ、コインがないのがまずい。加速したいんだけどな、1枚は取りたい。はいと、お取れた OK。 取っていって右曲がってダッシュボード乗ってその赤コーラ粉砕していきたいけどな、交換していくか、無理か、うわうわ逆、ちょっと危ない、マジでコースが分かんねえわ。そっちに行く、君の近くには行きたくない。よいしょ1個ゲットして、これどうすればいいんだ、あ使ってこう使ってこう、赤コーラ怖いしね。このタイミングでサンダーとか来てくれたら結構嬉しいんだけど、ああ2個乗りができんか、いいんじゃないですか。あそこでこれかよ、もうちょっとなんかいいアイテム来てくれたら。待って危ないんじゃないですか、2個乗りして3位に2個乗りが、うわずるくないかお前それ。いやーついんじゃないそれ、無理か、待ってどこだ俺今ゴールそこか、うわ3位行け、最高きた、コースが全く分かんないけど3位取れちゃうんですね、だってプロですから。さあ最終ラップエキサイトバイク、あのさ悪い字スタジアムあるんだね、やりたいぜひ。いやさ思ったんだけど、これからさ、そう先輩が見てるって話したんだけど、え俺キモくない普通に。大丈夫かな、俺マジでこんなキャラじゃなく、こんなキャラだったかな、ちょっと分かんないんだけど大丈夫かな、惹かれないかな。もともとあんまり喋る自分がね喋るタイプじゃないからさあれなんだけど、うわやぶねえそれ、滑るなこのバイクにしても、やっぱちょっと重量級で行った方がいいのかな、こっちの方が困りきくと思ったんだけど意外とそうでもなさそうだね。かーやってるお前、ちょっとじゃあ落ちますか、普通にこれアイテムで打開、噛み合えば打開できるから、これ後ろ投げられたら困る、 SS 取っていく、まあ君やばくないそれ、外役プレイしてよお前、まあ今今今まだまだまだ、そう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 、だから、ああそうで次からの僕紹介するときはもう緑コーラの2枚ですって言いますから、マリオカートの中では僕の名前変わります、名前も緑コーラの2枚にしたのかな。そうしよう、かっけえじゃん名前。さあ2個乗りして行きたいけど無理か、くっそマジで無理か、とっつけない、2個乗りしたかったんだ、そのつもりでショートカットのルート入ってたのに無理だった、も
俺マジでマリカの実況見てる見たりとかしたことないからさ、エイトデレックスのね。Wii はあるんだけど、 Wii はね中学校の時しょっちゅう見てたからそれなりの感覚はあるんだけど、うわー、緑コーラ3位できつ。しかもこの集会で緑コーラでしょ、まずいんじゃない。うわー、しかも相手取れんかったし、だうーきつ、あー危ない、バカ。いやここで緑コーラ待って、やめてくれやめてくれ、あーうわー奇跡。では、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。